す。はい。まあ、いよいよ試合回転ですね。いよいよやな。今気持ちはどうですか？いい感じ。楽しみやな。もうすぐやし。もう試合まで残り3週間。いよいよ対戦相手も決まったし、それの今から会見で。はい。約8ヶ月ぶりですね、試合は。まあ、楽しみですかね。楽しみやな。やっぱりトレーニングはもう今回5月からずっとトレーニングしてて、はい、もうめちゃめちゃいいチームでやってきたから、はい、あとはそれを試合で、その今持ってるその全ての力をぶつけるという感じ。そうですね。頑張ってください。はい。はい。皆さん、本日もお集まりいただきありがとうございます。亀田智樹の、対戦相手の方を、発表させていただきます。対戦相手は IBF 世界フェザー級の、デラート・ゾラミニ選手、南アフリカ。この試合は、IBF の、フェザー級に決定戦12回戦で、IBF からも試合になって、行われる一戦となります。どうもお集まりいただきましてどうもありがとうございます。ほとんどの世界タイトルマッチと同じような内容で12回戦でもあり、そこに、まあ、IBF の方の立ち合いももちろん来るというような非常に意義の深い、試合というふうに、心得ております、ので、これからですね TMK 亀田ともき、そして我々スタッフ一同ですね、一丸となってまずこの勝利をきっちり勝って、いい年越しをして来年に向けてまた頑張っていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、こんにちは。はい、まあ、無事試合の方が決まって、まあ、今ホッとしてる感じですね。まあ、対戦相手の方だって結構いろんな候補が何人か言ってたんですけど、どれかっていうのか分からなくて、ラスパリーパークナーとかもいろんな選手、サンスポーだったり右だったりいろんな選手呼びながらやってたんですけど、無事決まって、だもうこの選手の動画を見て、あと残り3週間体を仕上げて10月7日インパクトのある試合をしてしたいなと思います。 IBF は他の4団体、全4団体と間違って、ね、こう結構厳格なこのルールがあって、1位と2位をよくね、空位にしてたりとかもあるんですけど、まあ、その中でまあ2位決定戦、まあ、2位に入っておくことっていうことはすごく重要、今後、次の世界タイトルマッチに、ともき挑戦するためにも、まあ、2位の1位につけておくっていうのはすごく重要だっていうところで、まあ、IBF のことも。話して進んで今回に決定戦になったということですね。結構まあその足使って距離取ってスピードある選手かなっていうのはちょっとの動画しか見てないけどそんな印象でした。もちろんパウントボクサー寄りかなっていうのは、うん、そこをしっかりして、まあ、12ラウンドあるんで最後はノックアウトしたいなと思います、ね。まあ、これで勝って2位になりましたと、はい、うん、その後もこう、意外とメイキングしもうご存知の通り、1位の指名挑戦者、IBF のところは、フェザー級に持ってはいますよね。なので、まあ、その動向っていうのはもちろん注意深く、やはりその来年2024年、年内には、早い段階でっていうのがちょっと、ざっくりしちゃうんですけれどもね、世界戦のチャンスが、まあ得て、そのための、まあ、2位決定戦、なるべく高いので、まあどういうふうな流れになるか、それはちょっとまだなんとも言えないし、ここら辺のところは、まあ、判断、いろいろ交渉していく中で判断をしていくんだろうと思うんですけれども、まあとにかく、まあ、その高い位置にいて、そして、なるべく、その、早い段階での世界タイトルをまずフェザー級で取って、そして、その中で、次にまた展望を見出していきたいとこういうふうに思ってます。練習も今スパーリングもずっとやってるんですけど絶好調ですから、ぜひぜひお楽しみにご覧いただけるというふうに思います。IBF のルールでは、もう多分
まあ、チャンピオンが多分、本日と試合するんですけど、でその後指名試合はやらないといけないと思うので、まあ、それがまあどういうふうに行われるのか、であの実現されるのかされないのか、それがいつ実現されるのかっていうのもまだ、ね、見えてないところもあるんですけど、その前の段階でしっかりトモキが高い位置に2位のうちに決定戦っていう位置につけておけば、今自動的に次トモキのチャンスが回ってくるので、そうなれば9ヶ月以内でまたこう指名試合の、チャンスが回ってくる、ルール上はね、はい、なので、まあ、その位置につけておけばいいのかな。ルール的にはトモキは来年の、まあ、中旬ぐらいまでにはチャンピオンに挑戦できるのかな。あとはプロモーターとしてのパワーバランスもあると思うので、そういったところはなるべく 早い段階で、実現できる方向にいくのかなって思いますね。まあそうです、まずはもう今回の試合10月7日しっかり圧倒して勝たないと次がないので、だからまずは今回のこの対戦相手に全集中して勝ちに行くので、次勝ったとして、うん、その次はもう世界挑戦っていうのが世界戦に持っていきたいですね、はい、僕としては、まあ、今回のトモキがフェザー級どれだけの動きができるのかっていうのも当然見てみたいですしね、うん、でこれがまあ世界前哨戦という位置づけで、うん、まあ、プロモーターとしてその立場では一応置いてますね、はい、今、金平会長からも聞いてたんですけど、やっぱりすごいコミッションがいいっていうのもトレーナーの方からも聞いてたんで、うん、面白いなと思ってますね。ムロドンとのね、指名決定戦をその、まあ、やめたのが、もともと俺が挑戦者なのに、なんでもう一回指名やんなきゃいけないのかっていう、そういうところなんだろう、わだかまり。まあ、もう2年前に自分を勝って、で、まあ、WBA の方からも、うん、もう次はトモキやってこと。でも、まあ、その順番があるから、もう一度待ってた、うん、その間にノンタイトルも、まあ、意味ないノンタイトルを2回目で挟んで、じゃあいよいよって言うんだって言った時に、じゃあなくなって、ね、じゃあもう一回やってくれと、うん、っていうので、まあ、自分的にはそのベルトを見てるわけで、うん、このもう一回ファイナルエリミネートを取るためにボクシングやってるわけですけど、体もきついですし、それやったらもう上に上げて自分のベストのコンディションで戦った方がいいんじゃないかなって、うんうん、でもそのもしね、まあ、それそういうわだかまりを我慢してやってね、ブロゾンに勝てば次、まあ、それこそタイトルできるわけ で先に今タマリスといろんなのやる、まあ、いろんなのを勝つと言われてるけど、次はいろんなのできるわけで、あそこを我慢すれば、うん、それは何、ね、そこはでも、ね、僕が思うのは、うん、そこはできるかっていうのは、うん、しょうがないと思う。ああ、そうですね。だって4団体もってわけじゃないですか、4団体もで、今 WBC の方も指名出てて、うん、でまだ相手が出てて、まあ、そこから次順番が始まります。なるほど、なかなか難しいです。なるほど、ここはまたプロモーターになります、うん、交渉が難しいと思います、うんうん、そうやったらね、いずれそのフェザー級に上げてくるのはまあ間違いないね、うん、井上選手のことに言えば、だったらトモキがフェザー級のタイトルを取って、うん、まずっていうのも全然そのおかしい、まあ、彼は強いライトしかやらない。トモキの目標としては、うん、別にノルウェーじゃなくて、うん、世界チャンピオンっていうのがやっぱり一番のトモキの中での目標っていうか、いや、その今その時のその最大のモチベーションはやっぱり井上チャンピオンに対戦して勝つことをやったんで、うん、そのためのそのタバレスと試合をするっていうのは、そのベルトを取ることがその切符やと俺の中で思ってたんで、だからタバレスに勝って俺はそれで終わりじゃなくて、うん、これを買ったから今度2本ずつでできるなっていう動きでかけてたんで、うん、でそれをじゃあもう1回ってなったら次、うん、じゃあ取ってもまた4分の1にされる、じゃあ次何年また待たないといけないんだって、俺 のボクシングもあと3年4年ってなった時にまた2年待たなあかんってなったらもう、うん、もう
引退なんですよ、うん、まあ限界やってきて2試合、うん、ここで行くんだよ、構えたね、なんやろ、まずは阪神優勝おめでとう、最高。はい、皆さん硬い話してんじゃないの、阪神優勝、大阪盛り上がってるよ、あれみたいに大阪今トライ食やタラタラや、最後この動画を見ます、えこの動画を見ます、もう久しぶりだけどあかんな、まだ鈍いな鈍いな、はい、阪神18年ぶり優勝、はい、俺は16年ぶり復活、はい、帰ってきました、はい、ドラゴンいますよ、岡田監督采配的中、次は亀田史郎采配ね、リアルトレーナー帰ってきたからできるやないの、トレーナー帰ってきたやないの、監督采配しますがな、何言ってんですか、じゃあその言ってたらのこれ志郎さん采配する、トモキは今全部チーム固めてるから、野球でもいろんなコーチいてるわけやから、分かるやろ、それを今もうチーム体制整ったから、トモキは今この木の見越しをみんなで勝つ、やるかな、あたしも何言うてんの、もう今回手元、あ、手元、じゃあ今固まってたあれの何総監督やるチーム、これで岡田監督やる、亀田史郎は10月7日岡田監督になります、何年ぶり16年ぶりかの PT っていう形だよ、セコンドが入って、あ、そう、このやっぱトムのこと分かってるやんか、小さな状態知ってるやんか、なあ、そこは横に折れるような立場になったからちゃんとなあ、これ新世界で買ってきたやんなあ、あんまりトラトラほんまに、なあ、次はトムキはやるよ、ほんまにやるよ、俺久しぶりに見たけどスパーリングもすごい、レベルはもう前と全然違うわ、ほんま10月の期待して、前のトモキと思ったら、ま、もう大間違い、ほんまにやばいよ、前までスピードやったやろ、スピード重視やったけど今パワーとかで、この展開作りこれ3つ揃ったから、あ、すごいなと思った、いや前はスピードがほんまめちゃめちゃあったけど、まあ、スピードだけやんか、まあ、一応はな、今はもう違う、パワーがまずスピード超えてきてるから、であと考えの頭もついてるし、展開作りがすごいな、だから10月7日、俺も自分で楽しみにしてる、で、キチコはまず、コーベンダー選手が帰って、で、昨日からフィリピンだったり、あ、フィリピン、まあ、それ楽しみやで、10月7日、試合すると思うし、で最終はやっぱりな、やっぱあれを目指して、いやいや、ボクシング界でいい、ボクシングやった、ボクサーやねんから、何言ってんだから、違う。最終的にはあれっていうのがいっぱいあるから、あれあれはあれあれはいっぱいあるから、やっぱあれしかないからなと思って、あれしかない、あれあれやねん、あれあれやねん、いちいちええから、あれやねん、あれだし、あれってみんな考えてんの、あれいっぱいある、あれいっぱいあるな、あれもあるな、これもあるな、これもあるな、だからあれを目指して頑張らなあかんかな、最後はあれ、でもあれね、世界チャンピオンのあれやし、ね、いろいろな予選もあれ、やっぱ本人にズバッと言うたらプレッシャーかかるやろって、なんか周りにしとったらええかな、ああ、なるほど、そうやろ、まあ、あれで全部行こうやと思うて、なあ、まあ、あれやって、まあ、あれって、まあ、確かにそこまではあれかな、あれは、あれは、今年の流行副大臣、そうやろ、あれしかねえやん、俺もあれあればっかりやねん、今、俺もうぼちぼち帰るから、ちょ、俺、あ、次回、ほんなら最後、あれ、あれしようか、あれ、あれな、あれな、あれな、もうあれしよう、あれしよう、あれしよう。まあ最後はあれしかねえんか、あれでな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 、最後はこれ、よくジャムなんね、最後はいけるか、こっち見てください、ありがとうございます、あ
電話やねやれ。じゃあ早く帰ってこいって。オッケー、よっしゃ。じゃあ帰ろう。ほら。あ、ちゃおうぜ。よし。よし。しゃあ今の気持ちはどうですか。まあ無事たあの相手も決まってね、はい、今日も正式に発表されたんでもういよいよって感じです。でトレーニングの方は順調ですか。順調順調、うん、いい感じに来てるから、あとはあのイメージと体調だけちゃんと整えれば、まあ、相手の選手は、まあ、今さっきも言ったけど、まあ、結構足使う選手でスピードも速い選手だから多分面白い試合になると思う。 俺もスピード速いし向こうも速いし、まあ、そう期待しますね。結構ボクシング技術が多分見れる試合になるんじゃないかなと、はい、で久しぶり あの東京での試合なんで、だからここはしっかりと、いい内容で勝って、ファンの人に喜んでもらえたらいいかなと思います。頑張ります。ありがとうございます。よし、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録頼むで。